スターウォーズ、クローンウォーズは2008年にルーカスフィルムによって公開されたアメリカの 3DCG アニメ映画。制作総式、原案をジョージ・ルーカスが務めたアメリカのスペースオペラであるスターウォーズシリーズのスピンオフ作品で初の全編 3DCG アニメーションである。本映画はスターウォーズエピソード2クローンの攻撃とスターウォーズエピソード3 シスの復讐の間の物語で本作と同年より展開されたテレビシリーズスター・ウォーズ・クローン・ウォーズのプロローグにあたる。本作では主人公アナキン・スカイ・ウォーカーと本シリーズのもう一人の主人公となるアソ・カタノの出会いとなったクローン戦争中の任務を描く。2014年以前に制作されたシリーズのスピンオフ映画では唯一 ルーカスフィルムストーリーグループ公認の生死に分類されている。2003年から2005年に制作された 2D アニメスター・ウォーズ・クローン対戦の公表を経て制作されたものの本作はクローン対戦の直接的な続編ではなく新たなストーリーの下で展開されている。前編 3DCG 制作だが作品の描写は 2D アニメ スター・ウォーズ・クローン対戦に近いカートゥーン調のリフォルメが施されており、戦艦や輸送船、戦闘機、戦車、ドロイドなどもあえて、ローポリゴンで制作されている。一方で、3DCG の特色を生かして、戦艦や輸送船、戦闘機、戦車、ドロイド、クローンとルーパーの装甲服等に使い込まれたかのような汚れを、 本シリーズの実写映画本編と同様に施していることも特徴的である。本作以前に公開された本シリーズの実写映画本編とは違い、ワーナーブラザースの配給作品であるため、20世紀フォックスのロゴからオープニングクロールまでの一連の導入部分が踏襲されていない。ジオノーシスの戦い以降、クローン対戦は激しさを増し、 銀河系の各地で激戦が繰り広げられ、銀河は疲弊していた。高猾な質の暗黒ドゥークー伯爵は、惑星コルサントと銀河共和国の主要な惑星が集中するコアワールドへと続く、核航路のあちこちに機雷を設置した。銀河の外縁地域はコアワールドから切り離され、そこで戦う共和国軍は補給が滞り、苦戦していた。そんな中、 ハットの中でも有力な氏族の出身である、ジャバザハットの息子ロッタザハットが誘拐されるという事件が発生した。ジャバは息子の救出を共和国に依頼する。これを機に、パルパティーン最高議長とヨーダは、ロッタ救出によりジャバの信用を得、ハットの支配する中域の安全な航行による新たな物資人員輸送網を確保しようと、 オビワン・ケノービとアナキン・スカイウォーカーの二人に、ロッタの創作、及び、ジャバとの交渉を託すことにした。これを受けて、惑星、クリストフシスで、ウォームロース・サム将軍が指揮する独立政系連合の猛攻を受け、苦戦を強いられているオビワンと、アナキンたちのもとへ、コルサントから一機の共和国攻撃用シャトルが、派遣された。 戦場に着陸したシャトルから降りてきた少女アそうか。タノは、ヨーダだった力の伝言を伝えると、加えて自分は、アナキンのパダワンだと名乗ったのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。